皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。今回も卓球チームコの方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。チキータと台上ドライブの違いを徹底比較してみます。で、今卓球界最先端の技術のレシーブ技としてチキータと台上ドライブ、この2つの名前をよく聞くようになったかなと思います。で、実際皆さんのイメージでチキータと台上ドライブ、これの2つの違いってありますか？チキータと台上ドライブって一緒でしょっていうふうに思っている方も多いんではないかなと思います。台上ドライブイコールチキータ、チキータイコール台上ドライブって一般的に思われている方もいるんですが、実はチキータと台上ドライブはちょっと意味が違うんですよね。で、今世界のトップ選手で主流になっているレシーブ技、チキータと台上ドライブ、どちらも主流になっているので、チキータと台上ドライブというしっかり区別したレシーブ技をそれぞれ意識していただくと、多分皆さん の, 技術の理解がさらに深まったり、チキータと台上ドライブの技術の認識が曖昧な感じになっているところも現在ありますので、今回ははっきり使い分けた名前で違う技術だということを言っておきます。で、これをやっておけば、レシーブの時にチキータをやったり台上ドライブをやったりという使い分けができるので、その、なんていうんですかね、中途半端な打法にならないんですよね。チキータのような台上ドライブのような当たり方をして、中途半端なレシーブ技を覚えるのは難しいですので、チキータはチキータ、台上ドライブは台上ドライブっていうふうに使い分けて、一個一個覚えていくと、台上で速い、攻撃力の高い、世界的に流行っているレシーブができるのかなと思います。まずこのチキータと台上ドライブの違いを、早速、プレイ動画で見てください。何が一体違うのかというのをちょっと意識しながら見てください。どうでしたでしょうか。世界的に流行っているチキータ、台上ドライブ、それぞれなんとなくちょっと違いが見えてきたのかなと思います。で、実際この2つの技術何が違うかと言いますと、シンプルに今回はちょっとお伝えしようと思うんですが、チキータの場合は強烈なサイドスピン系のレシーブになります。で、台上ドライブは強烈なトップスピンのレシーブ技になります。そういう感じなんですよね。チキータは横回転の強くかけたレシーブで、台上ドライブはトップスピンを強くかけた台上レシーブっていう、その違いだけなんですよね。実際もう一度そういうところを意識していただいて、曲がり方の比較なんかを見てください。チキータの方がサイドスピン、横回転を重視したレシーブなので大きく曲がっている。で、台上ドライブは横ではなくトップスピンをかける感じですので、ボールの個性的には伸びるような感じで曲がらないような台上レシーブができています。それをちょっと比較でご覧ください。明らかにチキータが大きく曲がって、台上ドライブはトップスピンで伸びている、直線的にいっているっていうのはお分かりいただけたかなと思います。で、これは、パッと見どちらがいいのかっていうことなんですが、チキータと台上ドライブどっちがいいんだろうなっていうことで考えていたんですが、実際私たちの一般の選手からしますと、どちらかというとチキータから入ってチキータをマスターした後に台上ドライブを覚えていただく方が、台上のこの最新のレシーブが覚えやすいのかなと私は思いますね。で、実際世界的にチキータを流行らせた選手で有名なコルベル選手っていうチェコの選手がいるんですけど、その選手はもう昔からチキータを使っていたんですが、で、そのコルベル選手が開発したのがそのチキータという横回転をかけたボールの横側を捉えるような感じの横回転チキータっていうことになります。で、そこから中国の選手がちょっと真似をし、ワンハオ選手とか、コンリーホイ選手やワニチン選手などが、ちょっとこう、ボールの横を捉えるような感じのチキータを入れるようになってきました。で、
だんだんチキータが、あ、これ強烈なレシーバーだなと認知されだして、コースも分かりにくいし取りづらいっていうことですごい有名になりました。で、最近ですよね、最近それでチキータから今もうその体勢でドライブがかけられるようになったんですよね。もう台上ドライブっていう、あの張恵佳選手、まあ、チャン・ジーカ選手、マロン選手ぐらいの選手がもう本当にチキータという横回転の技術を通り越して、横じゃなくてもう上でかけちゃうっていう感じになってたんですよね。ということで、あのサイドスピン系の技からトップスピン系の技へ台上技術の攻撃技が進化しているということなんですよね。つまりチキータの進化系が台上ドライブっていうことになるんですよね。世界的には今なので、チキータをやる選手というよりかはどちらかというと台上ドライブをやる選手の方がもう流行、もうこっちの方が流行っています。なのでもう世界的にはもうトップスピンをネット前でこうギュッとかける感覚があります。でもあの多分これは世界のトップ選手だからこう台上ドライブができるのであって、私たちの一般選手はチキータを飛ばしていきなり台上ドライブの感覚を覚えるというのは正直難しいかなと思います。やはりいきなり下回転を切れてるのをこうやっていきなりツーバウンドに来るやつを台上ドライブっていうのをやっぱ相手の回転に負けてこうネットミスしちゃうと思います。このやっぱ感覚がまだ手の感覚が発達してないので、強い台上ドライブって書きにくいですよね。なので横からまず、横ならまだ下回転の影響を受けないので、横でとりあえず逃がしながらかけて入れる、下に対しても台上のこう攻める感覚を覚える、でどん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 感覚良くなってきたらこのまま横から上にしてあげるっていう移動をしていただくと、チキータ台上ドライブどちらもしっかり覚えられるんではないかなと思いますね。まあ今では明らかにチキータよりも台上ドライブの方が攻撃力がさらに高い台上レシーブ技として今は世界ではもう主流になっています。ただでも私たち自身はまだ台上ドライブがちょっと難しいですね。横を入れれるような感じでやって、そこから上回転をどんどん覚えていって、どんどん攻撃力の高い台上レシーブにしていくという、こういう手順を踏んでいただいた方が、まあ、よりこの2つの技術を覚える、まあ、大事なポイントになるのかなと思います。世界のトップ選手マロン選手も最初デビューしたての時は横回転重視のチキータでやっているプレーが多いです。 YouTube の動画を見てますと。でも最近ここ 4,5 年ぐらいはもう全部チキータではなくトップスピンをゴッとかける感じになっています。だからその世界のトップの選手ですらもチキータから台上ドライブというこういう流れでサイドスピン系からトップスピンにこうレシーブを移行しているという感じになりますので、ただ私たち自身もチキータから台上ドライブという流れにやっていく方が覚えやすいのはもうこれはもう言わなくても分かると思います。ぜひ皆さん今回のでチキータと台上ドライブの使い分け、そして攻撃力の高さの違い、どちらが攻撃力が高いのか、そしてどちらが先に習得しやすいのかっていうのが今回この2つでしっかり区切られたかなと、頭の中ですっきりしたのかなと思います。世界のトップ選手目指して私もチキータから台上ドライブに一生懸命シフトしながら練習したいと思います。ありがとうございました。